食欲をそそる熱々でジューシーシな唐揚げそんな美味しそうな唐揚げを作っていたのはなんと航空自衛隊の隊の員です彼らは空にちなんで「唐揚げ」と書くんだとか普段基地の給食で提供されている 唐揚げは全国の基地ごとに地元の食材を使ったオリジナルの味付けになっています。隊員の評判は上々であります。毎週食べたいという隊員もおります。ここ阿ばしり文通基地の唐揚げも同等で採れた玉ねぎと醤油麹に漬け込んだオリジナル風味。 あばしりさんの鶏肉を醤油麹に3時間ほど漬けた後160度の油で揚げて完成です飛行場がない飛行機が飛ばない基地ですのでややあ若干存在があ,あまり、えー、低いかもしれませんけども、空揚げと書いてか揚げということでさらに 上を目指すということで地域の皆様と盛り上げていきたいと思いますそんな唐揚げをもっと多くの人に知ってもらおうと地元の商工会議所とタッグを組んで全国に PR していくことになりました今は関係者しか味わうことのできない唐揚げですが今後は網走市内の飲食店のほか 道の駅などでの販売も検討されています自衛隊の基地で作られているお料理って非常においしいと時々話題になるんですけれどもーー唐揚げも北海道でこれだけいろいろな,な工夫されているんですねおいしそうでした,、ね、しでしたご当地の、ね、ものを使った味付けしているということであの他の基地の味付けもちょっと見てみましょうかこちらです、はい、出ますでしょうかそちとせが、えー、こちらガーリック風味 でえー、長沼の方がですねあの長沼町の特産味付きジンギスカンから考案したジンギスカン風味、うん、えそして根室、えー、は歯舞、えー、昆布と昆布じょうゆを使った昆布辛というものだったり八雲、うん、町だとご当地カレーのホワイトカレー味にしているということで。うん かそれぞれぞやっぱりそこでしか食べられないもの我々が今まで食べられないものが出てきてもらえるとね、はい、ちこちら、ねえー、航空自衛隊のホームページにはそれぞれのレシピも書いてあるということで自宅で全国各地の唐揚げ、えー、味わってみるのはいいかもしれません。